ンボゲー叫べ直樹ジャンファイトヒーロー登場ジャンボゲースジャンボジャンボジャンボゲースジャンボゲースそれはエメラルド星より贈られた宇宙サイボーグのことである。立花直樹の腕時計が光るときジャンファイトの掛け声でジャンセスナが変化し立花直樹はジャンボウエースの目の奥で操縦するのである。今カズヤたちはパッド基地から十数キロ離れた霧ヶ岳にハイキングに来ていた。そのハイキングは親に断りなしの内緒の行動だった。何かしら。ヨシエちゃんが綺麗な花を拾いました。どうぞ。そんなこと連絡しなくてもいいよ。もっと他に話すことがあるだろう。今そちら行きます。どうぞ。おい、このチラシを昼までに東西市に撒いてくれたことだ。何しろ我が社の上得意だからな。そちら内でやってくれよ。こんなうちみたいな会社に得意があるなんて不思議だもんすね。バカ野郎、こんなとはなんだよ。うちみたいとはなんだ。お前誰からギックもらってんだ。すいません、オートネコークは一流でした。当たり前だ、我が社は一流だ。会社のためにいい仕事させていただきますよ。あ、そうだ、忘れてた。来月からお前の月給上げてやろうと思ってたんだよ。え、本当ですか。あ俺は気分で物を言わん男だよ。ちょっと急いでくれ、昼までに終わらなくちゃいけないからな。給料の話はそれからだな。大丈夫ですよ、東大市なら霧ヶ岳を来るとひとっ飛びですよ。俺の腕を信用してください。俺もいつ言ったことは必ず守る男ですからね。分かった、急いでやってくれ。はい、行って行ってきます。おう。恐怖、アントロンの罠。この辺はもう人が住んでいないのかな。ちっ、だらしないな。牛ちゃんでさえ平気なんだぜ。あ、村があるわ。あ、よし、行ってみよう。牛さん、はい。3人の子供たちはセスナのパイロットと知り合いだ。パッド全滅計画の前にジャンボウエースをやっつけるチャンスが来たぞ。間もなく完成する我々の前進基地が今見つかったら大変だ。セスナと子供たちをやっつけろ。行け、アントロン。始め。アントロン、子供たちを狙え。カズヤたちが、ちきしょう、
田締め。こちらジャンセスナ、パット本部応答願います。大将、怪獣です。え、直樹のやつが知らせてきました。こちら浜田だ、どうぞ。あ、隊長、急いでください。霧ヶ岳の谷間の村に怪獣が出ました。谷間の村、霧ヶ岳の南の斜面です。カズヤたちがそこに入り込んでいます。よし、出動だ。はい、はい、ファイトミスター発進。ジェットコンドル発進。詰まったせるものか。よし、えい、中だ。パッと全滅作戦の前にこの基地を発見されたら元も子もなくなってしまう。アントロン、今霧を出すぞ。その間に戻るチャンスをつかめ。こっちおいで。よかったわ、助けに来てくれたのね。うん、ありがとう、おじいちゃん。おじいちゃん、村がなくなってる。
ッド隊が来た。俺もジャンセス内に戻らなくては。ライトリターン。直樹、和也君たちはどこにいるんだ。それだ、村ごと消えちまったんだ。何、そのバカな。いえ、本当のことなんです。冗談言うな。この谷には前から村なんてなかったんだぞ。何ですって。我々は基地に戻る。セスコ、赤外線写真を撮っておいてくれ。はい。ねえ隊長、直樹のやつどうしたんでしょうね。なんだか普通の状態と思えんな。さあ引き上げだ。はい。バカ者、この始末はどうつけてくれるんだ。我が社は怪獣の追いかけの仕事やってるんじゃないぞ。すいません。すいませんで済むと思ってるのか。今となったらこのチラシは紙くずも同然だ。それに我が社の大事な男に失ってしまったんだ。お前の激怒なんか開けてやらんぞ。どうすりゃいいんだ。バカ者。ワイさん、悪く思わんでくれ。もし和也たちがグロス星人に捕まれたとしたら大変なことになってしまう。俺はもう一度パッドに行って説得しなきゃならないんだ。直樹さん、お願いだから冗談はやめてちょうだい。もう心臓がドキドキしたじゃないの。冗談だなんてとんでもないぜ。あれは確かにサイボーグ怪獣だ。あんなのを使うのはグロス星人に決まってる。直樹君、君の気持ちはわかるが、赤外線写真には何も映っていなかったよ。おい、あんまり無理になんなよ。今日のお前の言動はどうも納得できないぜ。男の子はもっと自由に育てなくちゃって言ったのは君だぜ。おい、パッドなんかに何も頼むもんか。もう怪獣もいなくなったから安心だよ。おじいちゃんたちここに住んでるの？そうだ、これからここに新しい村を作るんだよ。そうか、都会の空気は汚れてるもんね。そうだよ、素晴らしいものを作るんだ。坊やたち、わしらはちょっと用事があるでな。少しの間待ってておくれ。後でうちまで送ってあげよう。行くんだな。ありがとう。そうだ、うちに連絡しておこう。無理だな、この谷から外へは電波は届かん。ま、しっかり留守番を頼みますぞ。あの人たち人間じゃないのかな。お腹が空いちゃったわ。よしえちゃん、もう少しの辛抱だよ。よし、僕は探してきてやろう。大丈夫かい。おじいさんたちに頼んでみるよ。気をつけてよ。気をつけてね。おかしいな、さっきはこんなじゃなかった。どうしたんだろう。あたし夢でもないし。あ、我がグロース星人の前進基地はこの地下に間もなく完成する。パッド全滅は時間の問題だ。だがその前にジャンボウエースを倒さねばならない。間もなくこの村へやってくる。子供たちのいる間は奴は我々に手出しはできない。
そこをアントロン、お前たちがジャンボウエースを倒すのだ。アントロンの七つグループよ。おー、大変だ、みんな知らせなくっちゃ。おー、逃げるんだよ。ここはグロスエンジンの秘密基地なんだ。え、怖い。早く逃げるんだ。早く逃げるんだ。我々の秘密を知った者を逃がすわけにはいかない。届かんというのに。バトン部、バトン部、音願います。バトン部、音願います。カズヤ、今行くぞ。やはりあのブラックはクロス星人の巣だったんだ。あいつらの狙いはどうやらこの俺だ。君たちは早く村から逃げるんだ。手で秘密基地を壊させてやる。やめろ、やめるんだ。剣を使え。いいぞ、どんな武器でも持ってこい。中身が単なる上は全身基地のミサイルを使え。
乱暴無縁草を倒せ。立花直樹です。水爆を積んだ輸送機を包む黒い雲、それは怪獣バレンタインの仕業か。上京した母のため、一平は命令に従わず無謀な攻撃を繰り返す。それを助けるジャンボーゲース、次回をお楽しみに。